はい、こんにちは。まずちょっと始める前に、YouTube の自動翻訳機能がついているので、下の設定の部分をいじると、英語での翻訳とかもできると思うので、そこの設定を、触ってみてください。翻訳がちょっと曖昧というか、きれいには翻訳できないですけど、なんとなくのニュアンスはわかると思います。使用している紙は、ウォーターフォード。絵の具が、ウィンザー&ニュートンのバーントシェンナー、ウルトラマリングリーンシェード。あとですね、シュミンケの、トランスルーセント、オレンジ。ホルベインのイミダゾンイエロー。あとはルナブルー。あと、ホワイトを少し使っています。50分の動画を早送りで23分にまとめています。最初は画面に霧吹きで水を吹いて、ある程度濡らしていき、まず空間の空いてるところ、空の部分にウルトラマリンを薄く塗っています。で、その空の周り、ウルトラマリンの周りにイエローをですね、薄く入れてます。で、今はオレンジですね、トランスルーセントオレンジを筆をちょっとバサバサにした状態で、これも半分濡れてる状態ですね。多少濡れつつあるので、多少はにじむ。で、多少は形が出る状態で塗っていってます。まだ今の状態では明るく、薄い感じで、光ってるところの下地を塗っていきます。で、ここから右側に向けてだんだん濃ゆくなるように塗っていきます。中央の空の空いてる部分は、周りを薄く、その両サイドに向かってだんだん濃ゆくなっていく感じで入れていきます。で、この段階では今ドライブラシを使いながらちょっと隙間を空けつつ塗っていってる状態です。で、ここから木の枝を入れていきます。紙を逆さまにしているのは、私自身が逆さまにして上から下に筆を引いた方が細く引けるのとスピードも速くなるので、逆さまにしてます。上部の方に行くほど細くなっていくように、丁寧に縫っていきます。で、本数もランダムにですね、太いのと細いのとか低いのを組み合わせながら入れていく感じです。筆の先を割ってバラバラにした状態にして、細かく葉っぱを入れていきます。で、この中央の部分はちょっと薄めにいく感じで、下とか、サイドに向かって濃ゆくなっていくような状態。オレンジ系の色と、紫ですね、パープルを混ぜて、塗っていくといいと思います。
この木の幹と、土の床の、地面の部分の接地点は少し濃ゆめにしていきます。で写真、さっき写真つけてましたが、写真の部分は石がいっぱいあるんですけど、もうとりあえず石とかも削除して、まあ、なんとなく地面がごちゃごちゃしているような形で、塗っていきます。今ドライブラシでちょっとガサガサ感を出しているような状態ですね。で少し濡れている時により濃い色を置いてデコボコ感が出るように入れていきます。で反対側の木の幹も入れていきます。ここも基本的にはオレンジ系と、バイオレットですね。で、それプラス、ウルトラマリン、を混ぜると黒っぽくなっていきます。で、まあ、画面の中央というか空の近くはちょっと薄めにオレンジを強く薄く描く感じで、サイドに向けて、濃ゆくしていきます。まあ、できるだけ丁寧に塗っていく方がいいですね。スピードを速く丁寧に塗っていく方が、まあ、絵に勢いというか動きがある感じになってきます。で葉っぱをちょっとたくさん入れていきます。で、まあ、地面との境目は、ちょっと濃ゆく、あと、まあ、動きがあるように地面のかすれとか葉っぱがいっぱいあるようにちょっとごちゃごちゃ感を出していくような感じです。まあ、ただほぼもうこの今回の絵に関しては感覚的に描いているので、まあ、見本を細かく見ているわけでもないですね。イメージ的には中央の空が抜けているところを明るく、ここに光が集まるように、描いていきます。両サイドにだんだん暗くすることで、真ん中より光って見えるようになっていきます。
で、霧吹きを、吹いて、霧吹きは、まあ、10センチぐらい離して縫っていきます。10センチから15センチぐらいですね。で、床の部分の、白い面積のところですね。ここを、暗くしていくことで、まあ、より中央の方に光が集まるようになってきます。だいたい暗くするのは、このウィンザーバイオレットと、ウルトラマリンですね。グリーンシェードで、ちょっと暗い色、影色を作っていってます。この辺りはちょっと光を差し込む感じを今から作っていきます。斜めに筆を入れて、両サイドをぼかすっていうんですかね、形をなくすような形で塗っていきます。筆跡を残さないようにしていきます。で、右側をどんどん濃ゆくしていくことで、真ん中の部分が明るくなるように入れていきます。けど、ほぼこの辺も感覚で入れて、今ドライブラシとかを使って入れてます。
で、今、コントラストの調整ですね。コントラストを調整したり、絵を複雑化していく、まあ、締まりがあるようにしていきます。強い部分、まあ、明度差があることで光がまた、まあ、生きてくるような感じになってきます。で、ここから調整ですね。マスキングテープを両サイドに引いて、メラミンスポンジで少しこすって、ティッシュで拭き取ります。で、これで木の明るい部分ですね、木の幹の明るい部分を作ったりとか、まあ、ちょっと、少し明るいと暗い中にちょっと光が当たっている部分を作っていきます。方向を変えたり、まあ、長さを変えたりですね。あと、まあ、少しだけ色を取るところとか、ランダムになるようにしていきます。空の部分から、光が当たっているように放射状に入っているようにするので、右側は木の幹の、左側を色を取る感じです。で、左側もするんだったら左側の、空間は、木の幹の右側ですね、まあ、今いじってない方ですね、左手の空間の方ですね、は、右側を色をちょっと外してあげます。今回は棒ヤスリですね。これ棒ヤスリも使って、少し削ってあげて、ちょっと白い部分が出てくるように、暗い中ですると少し白いのが目立って出てきます。暗いところを中心にちょっとずつ外すような感じですね。色をちょっと白くします。これは最後のもう微調整です。